ッチは絶好のコンディションです。サッカーパラノイアの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説は早野博さんをお迎えしています。早野さん、よろしくお願いします。こんばんは、早野です。よろしくお願いします。オールスター戦をお送りいたします。 KCE TOKIO カルチョディニッチよ。この番組は株式会社 KCE 東京の提供でお送りいたします。本日の対戦カードはヨーロピアンオールスターズ対ワールドオールスターズ。まるで欧州各国のクラブチーム選抜を見ているような豪華な顔ぶれです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはヨーロピアンオールスターズ、シェルチェンコ、アメリカ、ディアモフ、ジダン、ベッキャム、ラムール、ダーウィッツ、スタン、イメロ、ドゥカイー、ペルッチ。続いてワールドオールスターズ、チラペルト、ウェスタ、アジャラ、ロベウト・カウロス、アルゼ、レドント、リバルド、ハッゼ、デコパ、バテストータ、ロナルド。さあ、いよいよキックオフです。早野さん、フォーメーションの解説をお願いします。はい、ではまずヨーロピアンオールスターズ、ディフェンスは基本的にフラットな最終ラインの3バックです。中盤はダイヤモンドの形をとっています。フォワードは超攻撃的な3トップです。続いてワールドオールスターズ、ディフェンスは基本的に4バックで、最終ラインはフラットですがサイドバックの攻撃参加もあります。中盤はダイヤモンドの形をとっています。なるほど、ありがとうございました。つながりません。パスをつないで様子を伺います。マテストーカ、高く上げた、スローイン。スタン、レドンコ、ジダン、ビアマフ、おっと奪った、フィニッシュまで持っていけません。ベッキャム、ビアマフ、おっと倒された、フリーキックを得ました。ダーウィッツ、キーパーが壁に指示を出しています。リアマフ、ナイスセーブ。シュート、ペルッチ、マテストーカ、センタリング、大きく前方にクリア、ロベウト・カウロス、あなた、シュート、これはコーナーキック。いや惜しい、しかし感じていますね、お互い。そうですね、この2人の一体感は素晴らしいですね。さあチャンス到来、ロナルド、シュート、これはゴールキック。いや惜しい、
しかし感じていますね、お互い。そうですね、この2人の一体感は素晴らしいですね。ゴールキックになりました。ドリブル突破、ベッキャル、これはゴールキック。スルー、ロナルド、シュート、ニアポスト、キラーパスになるのか、中へ放り込む、アメリカ、カット、スルー、ディランダーだ、大きくクリアしました。ロナルド、バテストーカ、おっとここからシュート、届かない、デコパ、ロビング、レドンタ、センターも必死です。コーナーキックを得ました。ハイボールを競り合い、細かくつないで、ラムール、さあここからどう攻める、中へ上げた、コーナーキックを得ました。さあチャンス到来。シュート、ペルッチ。ここで前半終了。リザーブの選手が体を動かしています。さあ早野さん、前半戦を振り返ってどうですか？そうですね、こういう試合では後半戦キックオフ、さあどう攻めるのか、折り返す、バテス、決まった、ゴール、ワールドオールスターズ、試合の均衡を破る1点が入りました。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ、走り込んできた、繋がりません、ダーウィン、これは危ない、アメリカ、アジャラ、ラムール、アメリカ、短く繋いでいる、ウープシュート、に戻しました。さあもう一度見てみましょう。アメリカ、ボールを下げます、レドンタ、ハッズ、
スルーパスを回すロナウドシュートゴールキックになりました。VTR でご覧ください。ねじ込んだ。一旦戻す。ヘッドで落として、アメリカ低いボール、ダーウィッツ、ベッキャム、シェルチェンコ、パスをつないで様子を伺います。さあここからどう攻める。宮本、クロスバー直撃、よくしのいだ。カット、守りきった。後半25分、ボールを持たせています。フィニッシュまで持っていけません。ハッズ、また上げた。これはコーナーキック。さあチャンス到来、これは危険だ。折り返す、大きく前方にクリア。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。さあここからどう攻める。左のスペースを使います。右サイド、スローインです。アメリカ放り込んできた。ハイボールを競り合う。ロベルト・バッズ、細かくつないで、ウェスタ、ラムール、ロベルト・バッズ、ふわっと上げる。ワールドオールスターズ、このまま栄光への軌跡をたどることができるのか。フリーキックを得ました、バテストーカ。さあ羽根さん、どうでしょう。どうでしょうと言われても困りますね。シュート、ベリッチ、ラムール、キラーパスになるのか。バテスト、アンビリバブルゴール。ワールドオールスターズ追加点。さあもう一度見てみましょう。バテストーカ、ラムール、ロベルト・バッズ、試合終了です。ヨーロピアンオールスターズ、惜しくも敗れました。
そろそろお別れの時間がやってまいりました。本日の解説は早野宏さんを迎えてお送りしました。早野さん、どうもありがとうございました。